皆さんこんにちはトコボウッド斉藤正光です最初にテーブルソーキックバックの動画を見ていただきましたいかがだったでしょうかこの発泡スチロールを使ったキックバックとはいえ衝撃的に感じたんじゃないでしょうか今日は電動工具の安全に関する知識を共有していこうと思っています今日のこの動画を最後まで見ていただきますと冒頭にあったようなキックバックを防止する知識を身につけることができます これから DIY を始めようとしている方にも必ず役に立つ情報ですどの電動工具にも共通して言える知識が入っていると思いますもう電動工具は注意しすぎるくらいがちょうどいいと思ってます今日の動画の内容を理解して安全な作業方法を身につけてくださいでは早速始めていきましょう まあ最初にキックバックの危険性について少しだけ話しておきたいと思います。私の使っているこのボッシュのテーブルソー、えっと、1分間にこの刃が、えー、3,650回転、えー、無負荷の時にします。でその3,650回転でこう切っているわけですがこの刃の刃先の、えー、3,650回転の時の収束は時速170キロです。 そののキロの刃に何かが挟まれて飛んでできたらどうでしょうかえか、ー、仮に顔に飛んできたら目に飛んできたらお腹に飛んできたら、えー、すごく危ないということが理解していただけたかと思いますではなぜキックバックが起こるのかというところから理解していきましょう木を切るときにこのように木が進んでいくわけですがカットし終わった後にこの刃先に 木が引っかかるもしくは、えー、上に乗っかるようなことがあるとそこに引っかかった状態から材料が後ろに飛んでいきます、えー、丸のかこういうこっちの方向に回っているので、えー、刃先に引っかかってしまうと飛んでいくということになります切断される前というのは一体になっているのでこいつが単独で動くということはできないんですが切り終わってしまうとこいつはフリーで動くことができるので 刃、えー、に引っかかってしまうとやはりそういうキックバックが起こるということになります。まあ、このような材料が飛んできたらまあとんでもないことになるというのは想像がつくと思います。ただこのライビングナイフというこの割り刃があれば、えー、木を切り終わった後にこのブレードの先端にの乗り上げにくくなるので、まあこれがあることでかなり キックバッククバを防ぐこ,とができます、まあ、このようにここが、えー、とガードしてくれるので木が切れた後に刃の方向にこう乗り上げられなくなるということになりますただこれももちろん万全ではなくて間違った使い方をすると、えー、キックバックというのは起こりますそれがどのようなパターンで起こるかというとこのクロスカットする時に使うマイターゲージという道具とリップフェンスこのフェンスを同時に使う場合に 必ずキックバッククバが起こってしまいまいでそれはなぜかというと、えー、このようにマイターゲージで材料をカットしますで先ほど冒頭の動画で見せたようにここに空間が空いていれば切れた材料はフリーなので割り刃このライビングナイフがついていれば、えー、刃に乗り上げることなく前に進んでいくことができますねただここにフェンスが来た場合このような場合ですね このようにフェンスが来てしまった場合、マイターゲージで、マイターゲージを使って横切りクロスカットを進めて、この材料が切れた瞬間、こいつはフリーなわけですから、誰も押してないので、マイターゲージで押すわけですから、こいつは、えー、いかようにも動くことができると。かつ、ここは当然ぴったりくっついてるわけ、固定されてるわけなので、 もうどこへも行きようがないんですね。ただ、歯に引っかかる可能性はこのように見てもらったらわかるんですけど、少し歯が動いたりしますね。まあ、こうなるので、結局、この歯に挟まれて、少し下、ちょっとした傾きで、傾けば傾くほど、このフェンスと歯の間に挟まれてしまって、この力を受けて後ろへ飛んでいくということになります。 この間違った組み合わせマイターゲージとフェンスを同時に使うことは絶対にやめてください時々使ってる方がいますがもし起きてなければ運よく起きてないだけでえ必ず起きてしまいます前横切りクロスカットをしたい時に同じ幅で切りたいよという時はこのようにストップブロックというブロックを当てて え、刃よりも手前の状態で当てて進ん、そこからマイターゲージで進ませてカットされた後にここにフリーなスペースが残るようにしてあげてください。これだと横に向いて、たとえどう回転しても挟まれようがないのでフェンスと刃の間に挟まれようがないのでこいつは飛んでくることはありません。ただこれがすごく薄いストップブロックを使ってしまった場合、例えばこういうことですね。フリーな空間がたとえ残っていても何らかの状態で 引っっっかかってしままたら飛んできますなのでこのストップブロックを適切な場所に使って、えー、キックバッククバを防いいでくださいそういう使い方をしてくださいそれではキックバックを防ぐ方法を確認していきましょうまず最初に大事なのは必ず割り刃を使いましょうこれが最も大事です次に刃の高さのセッティングも重要です刃の高さは材料をほんの少し超えるぐらい 2、3ミリ、まあ、多くても5ミリぐらいに留めましょう刃があまり高すぎるセッティングにするとこのような形になり実際丸のこが回転しているのはこういるはうう方向です今指で刺している方向に動いているわけですから切り終わった時に材料を浮き上がらせる方向に丸のコが動いてしまいます。なので刃の高さは必要以上に上げず低い位置にとどめておきましょう。 そうすることでキックバックを防止することができます。根本解決ではないですが、プッシュスティックなどおしぼを使ってできるだけ丸ノコの刃に手を近づけないように作業するようにしましょう。仮にキックバックが起きてしまったとしても、このプッシュスティックなどが削れてしまうだけで怪我をすることはありません。できるだけ刃に手を近づけないようにしましょう。組み合わせて使うのも有効です。 立つ位置にも注意が必要ですテーブルソーを使う時はこの材料が自分のもし仮にキックバックしてきたとしても体に当たらないようにこのように受け止めないように半身開けて少し歯よりも右側は体がいかないように仮に何かしらのキックバックが起きたとしても後ろに飛んでいって自分を安全なように。 半身開けておきましょうどうしても仕方なく、えー、この場に真ん中に立たなきゃいけないこともあると思いますが可能な限り避けて使いましょう、えー、ここまでテーーブルソーのキックバッククバについてお話しししてきましたでお気づきだと思いますが、まあ、このテーブルソー以外にもこういう丸のコ皆さんよく使われていると思いますこういった丸のコも、えー、キックバックを起こす原理としては同じです この丸のこの丸い刃が何かの調子で挟まれたりした場合にキックバックが起こります。ただテーブルソーと違って丸ノコでキックバックを起こした場合はこの丸ノコが飛んできます。まあ、想像していただけるとわかると思うんですが飛んできた丸ノコが体の上や足の上を走ったりすることが あり大怪我をする人がたくさんいますなので丸ノコを使う場合も丸ノコが仮に飛んできたとしても自分の身の上を走らないように体の上の走らないように、えー、体勢をきっちりとっておくことをお勧めしますで基本的な原理は同じなので詳細な説明は避けますが平野家チャンネルさんというところで、えー、非常に詳しくわかりやすく説明していただいているので、えー、そちらをぜひ丸ノコの方をよく使うという方はそちらのキックバックに関する動画を しっかりと見て理解していただきたいと思います今日の動画はいかがだったでしょうか木工 DIY を楽しむんであれば安全が一番大切なことです正しい使い方を身につけて木工 DIY を楽しみましょういつも見ていただいている皆様本当にありがとうございますこのチャンネルでは木工に関する役立つ情報を発信していきます もし今日の動画気に入っていただけましたらチャンネル登録をぜひよろしくお願いします最後にもう一度発泡スチロールでのキックバック映像をご覧いただきながらお別れにしたいと思いますではまた次の動画でお会いしましょう